えー、日本の美と技の未来シンポジウム始めさせていただきます。えー、と今回、えー、6回目ということで、えー、身体技法と日本のデザインということで日本身体文化研究所主催の矢田部秀正先生にお越しいただいてます。でその前にすいません。えー、と今回参加者の皆様 YouTube に後ほどアーカイブで残させていただきますので顔出し NG の方は、えー、画面オフで。 えー、そして名だち NG の方もまたちょっと名前変更とかしていただければ助かります。よろしくお願いいたします。ではあの12月に引き続きの柳田部先生なんですけれどもその前にえっ、ー、と前野先生からこちらの方の趣旨についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい前野です。皆さんこんにちは、えー。日本の美と技の未来っていうシンポジウムをまあ始めるに。 始めたものなんですけど、始めた趣旨っていうか経緯をお話しようと思うんですけど、あの、まあ、矢田部さん、矢部先生と、えー、今回2回目なんですよね。1回目に話した時にも、あの、僕が東洋と西洋っていう言葉を使ったら、あの、それは学会ではなかなかこう、あの、最近は使われない言葉なんだよ。だけども、その言葉を使わないことによって失われてることもあるんだよっていう話をされて、それが非常に私も印象に残ってるんですけど、ま,あ、まさに、 まあ、あえて東洋と西,、まあ、東洋,と西洋ってあの誤解されるんですよね。まあ、東アジアと欧米にしておきましょうか。東アジアのやっぱり日本とか中国とか、あるいは東アジアじゃない、南アジアかな、インドとか、やっぱり思想的に非常に似てるものがある。で、まあ、西洋って言ってもまあ広いですけど、うん、やっぱりヨーロッパを源流とするそのギリシャ哲学からキリスト教文化があって、こういう流れ、やっぱりなんか違うものがありますよね。で 美しさ、美っていうものも、もちろん世界中にあらゆる美しさっていうのはあるんですけど、うんまあ前回の矢田部先生とのお話で、例えば歩き方、歩き方って世界共通かと思ってたら、やっぱり日本の歩き方っていうのと西洋の歩き方ってなんか違うんだと。じゃあ美しさっていうものも、何か、も,うもちろん西洋流の足をピシッと伸ばして歩く美しさと、それからね、日本の,あの昔からあった美しさ。 こういういものをですねどっちが正しいじゃなくてやっぱりどちらも良さがあるに違いないのでその両方をよく見つめることが大事なんじゃないかなと思うんですよね。だから僕ついつい東洋の日本の良さを再発見みたいな言い方をちょっとしちゃうのは日本人だからそういう思いがこう叫ばせるんですけど。 で矢田部先生とお話してた前回もあの出てきて面白かったの、じゃあ日本人はどっちのやり方すればいいんですか今中途半端になってますよねって言ったら、いや、両方できるようになればいいんだよって言われて、あ語学と一緒だと、ね。日本語と英語とどっちを喋ればいいんですかって問いは、まあ、ばかばかしいですよね。両方喋れると便利だし、国際人になれるよ。だから、東側にあるいいものと西側にあるいいものっていうのは、やっぱり両方たっぷり理解してで、使い分けるっていうんですかね。 なんかそういうことなんだなって前回思ったんですね。まあそういう、そういう探求をしたいっていうのがこの日本の美と技の未来っていうことなんですよ。日本の美と技って書いてあるから日本の美と技について探求するのかと思われるかもしれませんが、日本の人が西洋流とか欧米流の美と技についても理解して使いこなしたり。で、あるときは日本の、えー、前回話しました。僕なんかあの、 和室のない部屋で暮らしてたら、あ,のあぐら書くのが下手になったんですよね、みたいな。でもやっぱりちょっと練習すると日本の人は思い出せるんだから、やっぱりそれができた方がいろんな作動とかね、いろんなことをやるときにも便利だからいいですよ、みたいなことを言われて、まあこれ、これは非常に今回私がやりたかったシンポジウムの趣旨にも,ものすごく合ってる話ができたなと思ってるんです。まあ、そういういわけで 日本の美と技の未来って書いてありますけど、まあ、未来なんですよ、未来。あの世界の美しさとか技っていうものが将来こうどうなっていくのかっていうことは全く分かんないですけど、でも何か過去からこう現在までえ忘れかけられていたり、あるいは忘れかけられてなくて、むしろこうものすごい主流になってたり、まあ、そういうものをちゃんと見直して、まあ、どれも素晴らしいねと。 そういうことを考える場になればと思って始めました。せっかく始めあの話し始めたんで、矢田部先生の前回の話ですごく心に残っていることを思い出してみると、えー、っと、まあやっぱり東洋と西洋って話、東洋は自然に合わせていく、西洋は自然を支配するっていう、まあちょっとあのステレオタイプな言い方をすると、そういうふうに分けるとすごく分かりやすいんですけど、まあそういう そういうふうに言い切っちゃいけないのかもしれないですがそういう話が非常にいろいろ出てきたなと思うんですよね。あの、美と技の未来なんで、私の興味は心の美しさってところにあるんだこと心の美しさについてどう考えますかって言ったら、いやいや、前野さんも心はないって言ってるんでしょないって言ってるものが美しいってないんじゃないのみたいなこと言われて、あ、確かに。心の美しさとか目指すんじゃなくて、心はないんだよ。じゃあどうするかというと、体の、 美しさっていうものを、まあ自然な美しさっていうものを追求していって、自然な振る舞いができたら、まあ元々ない心っていうものを、まあ仮に心っていうのがあると仮定すると、そ,うそれももう、だから、心身ともにこう、美しくなっていく。まあそういうお話をされたのが非常に印象的でした。それから、美、美の話ですね。美。 あ美,美と技の未来なの美についてどう思いますかみたいな話をしたときもいや美,美を、ね、美しくなろうとか美しくしようとかするもんじゃなくて、えー、自然の探求をしてたら自然の探求が美を追い越していくんだよっておっしゃったのこれもなかなか印象的な表現だったんですけどあ,あそ同じですよねさっき心,心の美しさって何ですかあの 体の美しさって何ですかとか、なんか、いや、そういうもんじゃなくて、そういうもんじゃなくてとはおっしゃらないんですけど、うん。なんか自然の探求っていうことが重要で、そこに自然と美はついてくる。なんか,なんかだから、美とは何かとか、これも非常に、なんですかね、西側風の考え方ですけど、それも超えて、含んで超えるっていうか、まあ、そういうことをしていくと、うん。僕が本当に探求したかった子を、こう、 西洋と東洋、日本と外国とか、うん、その違いとか、違いじゃなくて含むのかとか、なんかそういうことが分かっていくのかな、みたいな感じで、えー、八田部先生は2回シリーズってことになってますから、前回は基本的に立ち振る舞いとか座り方でしたけど、今回は、えー、座るための椅子みたいな、その道具も含めて、えー、しかも、えー、美とか自然とかいう話と絡めながらお話しいただけるということなので、非常に楽しみにしてます。 ぜひよろしくお願いいたします。前の先生、ありがとうございました。じゃ、引き続き矢田部先生、お願いいたします。ありがとうございます。ね、なんか、あの前の先生の方に、すごく。あので、上手にまとめて、いただいて、ありがとうございます。あの。ね、えー、あの後、自分もその動画を見直してですね。あの、いろいろと。 まあ言い訳がましく反省をしたんですけれどもあのねやはりそのちょうどこう画面にいるのがあの偉大な研究者である前の先生なのでこう思いの丈をこう喋ってしまった感じがあって <laughs> この背後にこうたくさんの視聴者の方がいることをすっかり忘れていてですね <laughs> もっともっと分かりやすくやっぱり語る必要があったなということを実は今反省してですね あの今日はそんなんであの、できるだけ分かりやすく話を、えー、思っています。えー、で、まあ、先ほど来ね、その矢田部先生、少しなんか固まってしまってるようです、はい、通信がちょっとあの不安定あの、聞こえますでしょうかあの、ちょっと通信が不安定ですい、うん、ません。 大丈夫です。今聞こえてます。話え戻りましたか。すいません。はい。で、あのちょっといろいろこう思い返してみたんですけれども、あのやはりどうしてもその大学とかアカデミックな研究ってその言葉でいろいろこう物事を定義していくこう習慣にすごくこう私も慣らされてきていて。 結構その体の認識っていうのはその言葉でででで定義できないいものの中にどどどどんどんんんんん踏み込んでいくんですよねだからその東洋にしても西洋にしてもあるいはいろんな地域で違う美意識の問題についても何かその言葉で定義されたものをどんどん体って解体していってしまうなんかそれをそのまま語っていくと何となくこう曖昧模ことしたら分かりにくい話になっていってしまうんですが。 でまあ、それはどうやら、なんかその認識の違いなんじゃないかなっていうふうに思っていて。 認識法として例えばその自然に自分を従わせるのかあるいは自然を言葉で支配するのかっていうふうなところのズレを地域で区分しようとするからやっぱり東洋西洋とかいろんなズレが出てくるのかなっていうふうな気がしたんですね。まあ、ですから今日はその身体技法の具体的なお話で特にそれがものづくりにどう反映されていくのかっていうふうなことで。 まあ、より具体例を用いてですねあの、まあ、こういうテーマに対して初めて触れるような方にもですねできるだけその分かりやすく伝わるといいなというようにちょっと私もあの努力してあの準備をしてまいりましたので、まあ、その上でなんかあの皆さんにご批判をいただければとそんなふうに思っております。えー、では始めさせていただきたいと思いますが、えー、とちょっと画面共有をさせていただいて。 あれ画面共有、えー、画面共有ですね、えー。出てますでしょうか。えー、っとおー身体技法と日本のデザインということで、えー、テーマを打たせていただいたんですけれどもあの自分自身のいろんな講演とか講義なんかのスタイルとしてまずその体の実践技術があって。 でその体が捉えた認識に基づいてどのようにそのものができてくるかものがデザインされてくるかあるいは生活が作られるかアート作品が作られるかっていうふうな形で。 えー、身体技法と物質文化っていうのがやっぱり同時進行して進んでいくようなそんなスタイルを取っているということでこのタイトルをつけさせていただきました。で特にその道具の形なんですがあの物事のその道理を備えるっていうふうに書きますが実はこの道具のデザインそのものあるいはその使い方そのものが ライフスタイルであるとかその文明の根幹まで動かしていくようなそういう作用を持っているんだっていうふうなことを今日は少しあの皆さんにつまびらかにできればなというふうに思って、えー、います、えーで。まずその 道具についての考え方なんですけれども、その英語でこのトゥールっていうふうに言うと、これ、身体の延長物っていうふうに考える見方があります。でつまり、例えばその、ねえー、こう手で何かをこうオーダーするっていうときに、手の延長物として、例えば棒を使うであるとか、あるいはこう石や矢を持つとこう、さらにこう、ね、打撃した、する自分の身体が遠くに伸びていく。 っていうふうな意味で、延長物っていう捉え方があるんですね。で、ま,あ、まさにその道具のデザインというのは、シンター延長にあるんだっていう考え方が基本に、えー、あるわけですけれどもで、そのツールについてですね、まあ、こちら、英語が堪能な方、大変たくさんいらっしゃると思うんですが、あの、He is a tool っていうふうに、彼はツールだっていうふうに英語で言うときに、彼はバッカーだとか、 あのいわゆる何でもこう言いなりになるやつみたいなことがあるんですね。でそのヒー・ズ・だツールに対して、えー、日本語で言うと道理を備えると。おまあ、この道理の道というのはタオイズムのタオで、えー、理というのはインドというダルマという言葉ですから、まあ、あの非常に、えー、仏教的な意味では崇高なあの名前が与えられているわけですね、日本の道具というのは。 でまあ、その基本がやはりそのね自然に従うというふうなことが道具の扱いを覚えておくと食事さんたちなんかを自然と体得できるという考え方が、まあ、日本古来の道具にはあるわけです。で、まあ、そ,のその自然の理法とは何かっていうふうなこと特に先週来皆さんからあのお尋ねいただいてテーマになっていたかと思うんですが。 でそれを大きくあの3つの要素に分けて、えーえー、見るということを、まあ、するわけですがで1つはその形の自然とでこれはあのどこで身体でいうと見えるかというと骨格の構造が自然の利法にかなうとでそうするともう筋力では立ち打ちできないような非常に物理的な強さが出てくるわけですね。 でもう一つ、この形だけだとやはりその具合が悪くてで同時にその流れを見ていくで呼吸であるとか血液体液の循環にもろもろを見ていくとで、まあ、特に、えーまあ、それができてくると生理的に非常にこう健康な状態が現れてくる。 でまあ、この形の自然とあと循環の流れの自然が同時に実現されていくと今度は人間のここ体の五感が覚醒されてくるとそれ心理的に、まあ、非常に美的な爽快感が現れてくるということでこの形と流れとあと心ですね物理と生理と心理があ本来ある自然にかなっていくときに 外見に必ず美的な印象が現れてくるということです、ねえー、まあですから大事なことはその自然とは何かとか美とは何かっていうようなことの定義よりはそれに近づいていくための方向性というかその実践を積み上げていくとだいこう時間が経っていくとその人の裁量の中で自然の感覚がどんどん開かれてくるということですね。 でまあ、これをこう、まあ、どういうふうな経緯で自分があの、まあ、こういう考え方をするに至ったかということをちょっと過去に遡ってご紹介していくとで実はこれあのこんな写真が年末に斬新していたら出てきて。 あの自分の学生の頃の,あの一つの写真なんですけれどもでこういう体操競技をずっと若い頃にやっておりましてですねででその時にその姿勢の訓練をう行うことによって、えー、ま、まあ、怪我を克服していたっていうふうなことがあって。 でまあ、そこで,です、ね、あの非常にこう自然の立法にかなったこう立ち方を中心としたあの姿勢が身についてくると、まあ、まあ非常に競技力があ向上してくるとで、まあ、一つはその物理的な自然に関しては競技力がこう飛躍的に向上したということとあともう一つはその怪我をしなくなったというのがあるんですね。 そしてその姿勢の訓練をやっていくときに自分の感覚が非常にこう覚醒されてきてその周りに自分の周りを取り巻いている世界が非常にこう美しく見えてくるような美的な覚醒の感覚があってでまあそういうことをこう実際に大学の研究でも行いたいなっていうふうに思っていた時にやはりなかなかその お自分の行っていた大学のスポーツ科学の中ではそうしたことを研究できる領域がなくてですね、えー、独学で、まあ、姿勢の研究をするようになっていったわけです。で、まあ、このね形と流れと心の自然ですが、まあ、こうしたあ,ある一つの自分の探求するものをですね、えー、射程に入れた時に何かそ,のそれはあこうね日本においてはもう ねえー、古来中国からインドまで遡っていくとこうしたあ体の自然を探求していく歴史がもう数千年来あったではないかっていうことに気がついてですねでそこであの自分はあの仏像をこう世界中の仏像をこう見て回ってその中でこう姿勢のお手本を探求して探していったっていうことがまずありました。 でまあ、そしてねあのインドや中国の仏像っていうのはの逆三角形になっているものが多いんですが、まあ、日本の仏像になってくとなで形で非常にこう下半身がどっしりした形のものが多いなっていうふうなことにまず気づいてきたわけなんですが、まあ、その中で特にその自分が一番こう衝撃を覚えたのが。 実はこれ奈良の円城寺にある第二如来坐像で、まあ、運慶20代の頃の作品なんですが、まあ、これを見た時にやはりこう非常にこう強い衝撃を覚えてですね、まあ、これをあのそっくりそのままこう何,何時間も観察して同じような姿勢を真似してみるんですね。 でまあ、そうするとこう体の中にそのただならぬことがこう起きてくるとおいうことが分かってですね、まあ、そのおお、まあまあ、座る姿勢があやはりというこう自然本来の形に整うということはどういうことなのかということを、まあ、言葉や、まあまあ、表現していく道をいろいろとこう探してい、えー、ってきた経緯があります。ここ、まあまあ、こうしたことを踏まええてですね例えばこの あの3つの姿勢がありますけれどもでこの3つの姿勢のうちどれがあの自然にかなっているのかっていうようなことをちょっとあのご視聴者の方々にお尋ねしたいんですけれどもこれ ABC で、えー、いかがでしょうかちょっと何かレスポンスいただけますでしょうか一人で喋ってると不安になるので <laughs> 前野先生いかがですかこれご覧になってみて。 えっと真ん中は猫背ですね。で,でね C は西洋流の正しい座り方って感じがするんですけど<ー> A が何かこう自然な座り方みたいな感じすですね。でこの背骨の形見ていく時に今これちょっとあの補助線をこう引いてみると、えー、こういう形になるわけですけれども。 これ骨盤のところにこう白い線が引いてありますけれども、この S 字の湾曲に矢印をこうつけているところ、これ、腰部前腕のピークというふうに専門用語で言うんですね。でこの腰の反っている位置が、右側の C の反り腰というのは、あの脊椎のかなり高い位置のところにそれのピークがあるわけですね。でこれはいわゆる背筋を伸ばして胸を張る姿勢。 まあ、そういうい意識をして座った形なんですねでそれに対して、えー、A の立ち腰という姿勢はあもう肩の力を抜いてみぞおちを緩めてでそうすると腰の反ってる位置っていうのが骨盤の下の方に下がってくるわけですね。 で、この腰反りの矢印がこの骨盤のまあ,あいわゆる腸骨のね、えー、骨盤のところに収まっているというのが実は上半身を骨盤で支えていることの一つの指標として考えることがあできます。 でえー、人間の骨盤というのはこのように、まあ、一つは腫骨仙骨坐骨というふうな形で、えー、できているわけですがあこの骨盤というのはあ人体の中でも最も大きな骨格で,でこのお上半身を支えるにしても運動の衝撃にしてもめっぽう強さがあるわけなんですね。 で一方、この骨盤の高さより高いところにある腰椎骨ですが、まあ、これは大体直径4、5センチぐらいの小さな骨の連なりなので、ここが一番フレキシブルで力が集まってしまいやすいんですけれども、ここは決して強くはないということなんですね。でこの姿勢の要定というのは、この体を支えていくときに、この上半身の重さをこの骨盤で受け止める。 でそういうことができてくるとお長時間座っても疲れないようなあ構造的な強さが出てくるということです。でこの姿勢はですねあの古来その禅の言葉ではその上虚果実というふうに言われていてですね、えー、上を虚にして下は実にして。 でつまりこの状況というのは状態を脱力することでこれはみぞおちが緩んでいる状態によって判断をすることができると言われていますで一方この果実というのは下腹を充実させるという意味ですがあつまり、まあ、姿勢と呼吸の訓練によって腹圧が高まってくる状態で、まあ、この状況果実っていうのはそのお、ね、禅の教えに限らずですね あの宮本武蔵の五輪の書を見てもあるいは柳生の兵法書などを見てもですねいろいろなその武芸の伝承の中にこの上半身をリラックスして下半身を作っていくんだっていうのう同じ趣旨のことが説かれていてかなりその日本の武芸全般に言われていたことのようですね。 で、それを先ほどの運慶のその第一如来坐像でこう測ってみるとですね、まあ、ちょっとこれ以上ないような形の座像の整え方をしているんですが、まあ、一つは水落ち状況という形でくびらせていくとこの胸椎のところにこの胸部湾曲っていうものができてきます。 でそしてこうこう骨盤がこうしっかりとこう前傾してですね丹田は掷、まあ、骨のかなりこう低いところまで下がっていてで、まあ、これをやはりこう一つ自分の,その先生として導き手として修練していったわけですが <laughs> えとそのいわゆるこう病気を治すその薬師如来坐像ですね で薬シニューライザー像の中にこのいわゆる状況の密落ちのくびれているものが非常に多くてで、まあ、どうもこの当時の人たちはなんかそのね水落ちを緩めるっていうふうなことが何かその体の循環機能やストレス特に病気を治癒していく上で、まあ、非常に重要なんだっていうようなことが分かって像を掘っていたのではないかっていうふうなことまで推察されていくわけです。 ですまあ、実際にねこのみぞおちのところは太陽神経層と言われていて自律神経の中枢であってでストレス症状はそのみぞおちの緊張として、えー、最初に現れてくるっていうふうなことがあ心身医学や心療内科などでも今は指摘されています。えー いるようですねで。実際にこれをどうやって作っていくかっていうふうなことの実技の説明が、まあ、こちらにあるわけですが、まあ、一つはですね、えー、こう肩の力を抜くということですね肩を上下したり回し,し,た,回したりとかして、えー、肩周りの筋肉の緊張を緩めるとでさらにその水落ちに手を当ててこう水呼吸をしていって水落ちを緩ませる。 でそして、えー、次に両方の肩を開いていくでそして、えー、最後にその耳と肩鼻とへそをまっすぐにつなぐとおこのような方法をとっていくと上半身を全く緊張させずに、えー、頭背骨の上に頭がこうきちんときていわゆる自然体に近い格好になっていくということですね。 でまあ、この自然体の形とちょっと反りが強い形の背筋を伸ばした形と猫背と、まあ、あの背骨の S 字湾曲といってもやはり強い S 字とそうでない S 字があるんだというふうなことが今言ったような形で言えるわけですね。でこの自然体の形がきちんとこうできてくるとどういうことが起きてくるかというとですね であの一つはですねあの武術なんかではよくあの使われる方法なんですけれどもあの先生からその、ね、構えの訓練をしていくときにいろんな方向からあこう押されてその動いてしまったりこうゆらゆらしてしまうとあまだまだこう姿勢ができてないなっていうようなことを言われるわけですが構えができてくるとそのどの方向から押されてもこう微動だにしないような動きのこう安定性が出てくるものなんですね。 でこれは割と実践的にはよく知られている話なんですがでこれをです、ね、要するに数値化してみたらどういうことが起きてくるだろうかということで,です、ね、ちょっとこれ便宜的にこうあのヘルスメーターを当てて何キロまで耐えられるかみたいなことをこう実験してみたんですね。でそしたらその背筋を伸ばした姿勢というのは5キロ、10キロ、17キロとかねそのくらいで、えー、こう割とすぐに動いてしまうんですが。 この状況果実の形を取らせていくと25キロとか40キロ標準偏差とかきちんと取ってはいないんですけれども、まあ、あのざっと実践しただけでもやっぱり3倍から4倍の強さが出てくる、えー、ということがああ、まあまあ、割とこう実践ではよく知られている話なんですけれども数値化してみるとこういうことが分かってきたということです。 でまあ,あの大学の授業の中ではですねまあ、このような形で、えー、自然にかなった姿勢をまずはあ最初に身につけて、えー、その上で、えー、改めてその椅子をデザインするないし服やあ靴ものづくりに応用してみるというふうな形のことを授業ではやっています。でそそのののの実実際にそのこちらのものづくりの実践活動と してですね、その東洋の歴史に学んだその理想の座を導く椅子ということで、えー、実際に椅子をの製作を行っているわけですが、まあ、それは一人一人の体系に合わせて製作してですね、えー、まあ腰痛の,その治癒と予防に確かな実績を積み上げてきましたということであります。 でその椅子の座面と背もたれでどのようにしてその自然体の形を導くかというふうなことがテーマとしてあるわけですが、まあ、こちらがそのずっとこちらで長年続く 作り続けている基本的なモデルになっていくわけですがまずはこの横方向に円形を円の円形に湾曲した背もたれで腰を支えるというふうな方法をまず一つとっています。 でこれが例えばその横方向にまっすぐな背もたれと比較してみると着座点からその外に行くに従ってまっすぐな背もたれとのどんどんこう体が離れていくわけですね。でこれはそのやっぱり1つの姿勢しか支えることができなくて横に動いたりねじったりする体の動きに対応することができないんですね。でこの円形の背もたれこれをラウンドバックっていうふうに言いますが。 この形で支えていくと着座位置からこう背もたれが全部遠距離にあるでそうするとこれ立ち上がる以外のあらゆる動きに横に動いても体をねじっても後ろにのけぞってもあらゆる動きに対応することができるんですね、えー、でこのことによってその座面を固定しながら、まあ、あの上半身をこう緩めたり骨盤周りをこう常にこう筋肉がこう躍動していくようなことを助けていくわけですで もう一つこの座面の形なんですがでこれはやはりこうお尻の座骨のところが一番ストレスがかかってくるのでこの座骨をこうね圧力を逃がすようにその彫り込んでいくというふうな形をとっています。 でそうすると大体座骨が逃げて太もものクッションでこう大体座ることができてくるので、えー、まあクッションがなくてもほぼ一日中座っていられるというふうな報告も確認できています。 でまあ、そしてその椅子の設定としてはですね今のような形の座面と背もたれをお,、まあ、お客様一人一人の,その骨盤の寸法に合わせてオーダーメイドで作っていくわけですでそうすると背もたれに腰をなじませて腰を後ろに引くということが意識していただくと、まあ、先ほどの第一如来の形に近いような姿勢が実現してくると。 でこのことによってです、ね、筋力とはちょっとまた別次元のところで姿勢を長時間保持するとで、まあ、骨,骨盤や上半身の筋肉をできる限りこりリラックスさせた状態で骨格の自然だけでこう座るというふうなことが可能になってくるということです。 でこの基本形を中心にですね、えー、食事をするためのダイニングチェアや、あるいはこうデスクワークをするためのワーキングチェア、あ,あるいはちょっと読書やくつろいだりするためのラウンジチェアというふうなバリエーションの展開があ起きて、でまあ、さらにその座るためだけの瞑想の椅子みたいなものもあ最近は使われています。あ られていますが、まあこのような基本的な座るという一つの理論の中から軽作業嘱託デスクワーク道書、職すろぎ休息瞑想というふうな形で、えー、バリエーションの展開が行われています。 でまあ、こうしたオーダーメイドであの椅子を作ってきて分かってきたことというのはあの使う人たちがあのこういうライフスタイルでこういうふうな使い方をしたいというその、ね、生活の中で自分の,この使い方つまり体の論理が明確にある時というのはあデザインの答えというのは必ずこうあ,のあ,るあるべき形に、えー、着手点が見つかってくるものなんですね。 ねあまあ、ですからお客様とのやり取りの中で基本形からいろんなこうカウンセリングをしながら人それぞれの形をお、まあ、オーダーで作っていくわけです。でまあ、こちらがその雑誌で、えー、取り上げていただいた写真ですね、えー。海外の方のメディアなんかにもこういう形で、えー、一つはご紹介いただいていたりします。 でまあ、これはあの非常に著名な詩人の方の食卓に納品させていただいた事例なんですが、デスクチェアでこうした食事なんかもされています。でまあ、これはある建設会社のオフィスのエントランスなんですが、さらにこちらのラウンジチェアは、これ、あの韓国の某大手 IT メーカーの貴品室の方にソウルに納品させていただいたものです。 で、あるいはこの書斎や、このテーブルセ、カフェテーブルっていうふうな形で、個人の人がこうやってお仕事の中で使っていただくような形で、まあ、こうした形で人々の生活の中に届けさせていただいているということです。 で一つはこの椅子に関してはその体にこうフィットさせるということで、えー、その椅子の座面と背もたれの形が自然の理法にその身体を導くというふうな形、まあ、つまりその道理を備えるという日本の道具の思想を思想に学びながら西洋の道具である椅子で、えー まあ、一つこうした実験をしてみたら例えばこういうふうな形があるのではないかというふうな形での制作の事例です。でさらにですねあの、まあ、体にフィットするものに関してはいろいろとこう手広くこう椅子以外にも制作があるわけですがあ例えばこのカップとカトラリーですがあこのカトラリーなんかはですね、えーまあ、子どもが あの食作法をこう学んだりするときにどうしてもわしづかみでスプーン食べちゃうみたいなあのスプーンで食事をしてしまうっていうふうなことがまあまあうちの家庭でもあってでそれをこうすくってから返すっていうふうな動きが自然とできるような形で道具の絵の形が所作を導くというふうな形で日本の道具の思想を幼少期で応用してみたのが例えばこういう。 うものがあー、まあ、一つはあー、まあ、椅子とはまた別な形で生まれてきています。でやっぱりこうしたねあの体のフィット感、うんまあ、特に金属がああの食材の味をね邪魔してしまうようなことを嫌うことが例えばレストランなんかに行くとまあまああるわけですけれども、まあ、木のものを使って 一つの良さっていうのは例えば食材の味を邪魔しないとかあるいは口の中に含んでいくときにやっぱり非常にこう柔らかさがあるとか、まあ、そのフィット感を探求していくときにやは,りこうやはり食事の料理の味そのものも大きく変わっていくということがありますね。 まあこちらはそのね、えー、めでるように味わうことが日々犠牲となる命の弔いとなるようにというふうに三文的なことを書かせて、えー、いただきましたがあ、まあ、やはりね、えー、動物にしても植物にしてもやはりこう命が犠牲になってそれをこう食するということで、まあ、それを日々丁寧に行っていくことがあ、まあ、そういう活動を支える道具としてですね えー、まあ食生活があ豊かに、えーまあ、見直していくというようなことの意図でこういうものも作っています。でまあこれは一つはそのね指先の握りであるとか口元のフィット感重心のバランスうそうしたものをまあやはり手が、えー、けて考えながらこう削っていくわけですが、えー、ナイフなんかもですねこれ木なんですけれども。 あの力の方向をわきまいていくと、やっぱ筋張ったステーキなんかもしっかりと切れるんですね。で、つまり肉は切れるんだけれども、皮膚は切れないということで、あの食卓から闘争の,のイメージをできるだけ排除したい、まあ、子どもがその口に含んでも口の中は切れないというふうな形で、こうしたああのナイフ類なんかも実際に木製で機能するものが作られています。 でまあ、こちらはですねカトラリーセットを額縁に入れて「まあ、文明化の過程というふうなタイトルをつけたんですがあの、まあ、ドイツの文明史家のノルベルト・エリアスという人がいるんですがあのその文明の発祥っていうのを食作法の形成に求めているんですねエリアスは。でまあ、手づかみでこう食べていた状態からカトラリーでナイフとフォークで食べるようになった。 そういう触作法の発生をシビリテといってそのシビル化することをシビリザシオンというふうに言ってまあ一つはその触作法にきちんと論理を持つことがまあいわゆるこうシビリゼーションというその文明という言葉の一つの原点にあるというふうな考え方がヨーロッパの中にまずあるわけですけれども。 でまあ、日本ではそれをこう作法というふうに言いますがこの作法の法というのはもうまさにその自然の理法なわけで,でその、ねえー、自然の理法を再創造することが一つは作法の意味であってで何かその、ねえー、毎日の食卓の中でその自然な感覚を呼び起こしていくための一つのツールとしてこうしたあ カトラリーみたいなものも制作しているということです。で、ここでですね、その椅子とテーブルとカトラリーと、で異なる道具がですね、同じ身体感覚で結ばれていくときに、ある種の,その空気感として、空間が立ち上がるということが、やはりその実感としてあって、で、要するにあの、ねえー、腰痛を予防するだとか、 健康的なものっていうのは一つの機能ですけれどもでその同じその機能を持っているものがその別々の道具がそれが同じ身体感覚で結ばれていくときにその機能を超えて何かその空間的な空気感が立ち上がってくるっていうふうなことがあってでそして空間をこうした道具によって作っていくということですね。 でまあ、それをこうしたあ茶道動等で応用してい、えーえー、って、まあ、こういうものができてきたりこちらはあ展示会の模様なんですがあ、まあ、あの時間をかけて、えーまあ、こういうふうな考えで作っていったものを定期的に展示会を行いながらあ、まあ、一人一人のお客様にお作りしているというふうな ことでございます。 つたない歩みではあるんですけれども、おまあ、日本古来のその道理を備えるものというふうな形で、えー、椅子と食器類、まあ、とにかく生活を作っていくっていうふうなことが一つは自分の身体技法のお、まあ、中心的な課題になっていくわけですが、まあ、あそれぞれがね、えー、競技スポーツから始まったやつが、日常生活の、まあ、あ 食作法をはじめ生活の仕方の中でも、まあ、一つはその形と流れと、まあ、物理と生理と心理の自然が自然の理法にかなっていけばいいなというふうな形の願いの中から作られてきた作品の事例としてですね、まあ、皆さんに紹介させていただきました。 えと今日あの用意させていただいたのは大体このくらいのものになるんですが、えー、何かこの感想やご質問等で、えー、お話を広げていただければと思います。なんかちょっと一方的に喋ってしまって、えー、だいぶちょっとしたったらずで、ね、だいぶ足りなかった部分もありますが、何か皆さんのご,ご意見、ご感想等で広げていただければと思います。よろしくお願いします。 はい、はい、ありがとうございますあの僕からまずちょっとあの確認的な質問だと思うんですけど4つ質問があるんですけどえっとお話の中でまず1つはですねはい、はい、大日如来像の座り方をするとなんかただならぬた,ただならぬことになったっておっしゃったじゃないですかあもちろんあの座り方をすると非常に自然だっていうのはわかるんですけどただならぬことになったっていうのはどんな正しい座り方をするといくら座っても疲れないとかなんかそんな感じですか、うん あのー、私が今、今ずっとそれが何,何年も持続して、瞑想しているんですけれども、<ー>まあ、と,とにかくあのも、あの、全身が脱力して、体がもうとにかく、天と地とつながる感覚っていうのがありますよね。<ー>で、やっぱりこう、血流がとにかく、すごい巡り始めてくるし、<ー>でそうすると体の、体の内部に集中を向けていくと、不感覚だとかね、 自分を取り巻いていく世界の見え方っていうのがもう全然あの変わってくるんですよ。あ<ー>だから当たり前に見えてる世界がすごくこう輝きを持って見え始めてきたりだとか体の重さを感じなくなってしまったりだとかでその時にやはりその自分の実感としてその日本語でその神とか仏っていう言葉で表されてきたようなものが<ー>空間に本当に満ちてくるのをやはり感じるんですよね。 だから自分はそれは言葉から入ったにあのよりもやっぱ体の方の人間なので体の使い方でそうしたある種こうあの波,動波長とか波動みたいなものがあるんだったとしたらそうしたところにこう自分自身をそのチューニングしていくようなあの装置として「雑というものをずっと毎日捉えているんですね。 はあ、だからこの中身はすごくこう非常に言葉で言いにくい世界なんですけれどもとても美的な美的な覚醒があるんですねやはりね。はあ、はあ、なるほどだから美しい座り方をすると<の>こうこう美しいものが見えるんですね、うん、だからあのやっぱり外側からこう美的なものを観察して見ているとやはり あの鏡見ながら練習してると硬直しちゃうんですよ、体が筋肉が。<ー>そなかなかこうそういう感覚ってってというのはできにくくてひたすら自分の体の内部を感覚的に観察していくんですよね。で、そうするとこうあの筋肉の緊張が肩から首からどん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 緩んできて骨格の中心にまとまってくるものができてきてでこれやっぱり時間がかかります、すごく。 ですから一朝一夕にすぐできるのではないんですが<ー>それがやはりこう自然を開いていくような方法に基づいて行われていくとすごくやっぱり体があの美的に覚醒されてくる感覚がありますね。ああ観察するっていうのがあの、まあ、仏教なんかでも自分を観察微細に観察するんだっていうんですけど。うん さっぱりわかんないんですけど、例えばこう座ってるじゃないですか、うん、でこの正しい座り方なのか方正しくないのか、観察しようと思っても、何も感じないんですけど、これはすごく鈍ってるからなんですここで簡単にできることがあるんですけど、えー、手をこういうふうにこう触ってみると、触って、離しても触られた感覚って残ってるじゃないですか。はい、肩なら肩、ぐーっとこう押してみると、痛かったりしますけど、<ー>で手、離しても触られた感覚って余韻が残るじゃないですか。えー その余韻をずーっと感じ続けていることが、いわゆる体を観察するっていう。ああ。じゃあ、ちょっと外乱というか変化を与えて、その辺。あそれが慣れてくると、もうみぞちとか膝とか、こう、触らなくても感覚集めただけで、触られているような感覚っていうのが再現されてくるんですよ。<laughs> ああ。 でそれがいわゆる気をつけるとか、気を集めると、まさにそこに気持ちを集めるっていうことなんですよ、ね。あ<ー>そしてら気持ちが集まった段階でもう筋肉って緩むんですよ。えー、でそこからさらにそこから息を吐くようなイメージで呼吸をしていくと、どん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 ,どん体に脱力していくんですようーんで。脱力をしていくと初めてその全身がリラックスしていくときに、 骨がきちんとまっすぐそこに連なっているっていうのを中心を貫いているものが見つけることができるんですよね。はあ、そうなんですか。脱力の、だからあのインドのヨガでも中国の気候でも日本の神道でもゴム術でもみんな、脱力、力を抜くことを大事にするっていうのは、その内側にあるその中心感覚をつかむためには筋肉硬くしていたら絶対分からないんですよ。あ だからそれはやっぱりその言葉で定義したりその説明したりすることはできるんですけれどもその言葉で表現されたことをどこまで自分が深く認識できるかっていうことはやはりあの時間をかけてあの実感していくしかないんですよね。だからそうすると内部で観察しているとの呼吸の動きであるとか血流の動きであるとか体液の動きみたいなものもあの。 感じることができるようになってくると、そうすると自分の体を観察しながら外側の気象がどうなっているのか、天体の動きがどうなっているのかということまで分かるようになってくる。ああ、ちょっとまだ分かんないですけど、この触ってるか触ってないかっていうのと、筋肉に力が入ってるか入ってないかっていうのは別物、うん、別のことだと思ってたんですけど、同じと考えていいってことなんですか？ええー、あのちょっと今質問の意味がよくわからないなんですが、触ってると、はい。 触ってないのでここに残った余韻に注目することによって触ってた感覚を感じることはできるんですけど、はい、それによって筋肉が緩んだ感じになれるっていうのが別のことのように感じるんですけど、えっと、これがね要するに鈍ってる体っていうのは触った時に人に触ってもらうと相手の手を感じちゃうんですよ。それがが感覚がになってくると いわゆるこう触られている手の方、自分の手の方を感じるんです。今、<ー>両方とも自分ですから、<ー>だからこの触っているこう作用している指を感じるのか、それともこちらの自分の触られている方の手を感じるのか、<ー>触られている自分を感じることができるようになってくると、<ー>だん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 あの体の内部のものの変化が出てくる。私、実は昔、触覚の第一人者って言われてたんですけど、<laughs> あ<の> <laughs> 触られているという余韻を感じるのは、<laughs> メルケルケ正体とかルフィニ正体っていうそういう、はい、えっとセンサーがあるんですよね。はい、でもそれが触られてる感じじゃなくて自分を感じるというのは多分、えー、っとそのセンサーを鍛えるんじゃなくてそのセンサーから来たその多分小脳の学習によって、はい、えっとセンサーからの感覚を感じる力が強まってるっていうそういうなんか動作の学習とかと同じメカニズムじゃないかと思うんですけど、はい、そうなんですかね。はい 多分そういうメカニズムがあるのは僕あの聞いたことはあるんですけれども、ただそこの触られることによって何を感じ取れるのかっていうのは相当個人差あると思うんですよね。はい、だからその触った時の刺激によって、やっぱり反応もいろいろ違うし、感じ取れることも違うし、うん、でそれを一つの入り口にして、いろんなものを感じ取れるように。 感受性の網目をこう広くしていくと触らなくてもそこに自分の気持ちを集めただけでももういろんなものが動き始めてくるように体っていうのは変化していくものなんですね。なるほどそれが例えば中国気候だとかインドのヨガで例えばチャクラとかクンダリーニとかそういうことを言いますけれども背骨の中心にやっぱりそういうものを感じていくときにものすごく大きな変化を体をしていくもんなんだろうなと。 いうふうに、そう,うですねなるほど。なるほど。実感としてはまだわかりませんけど理、理論っていうか考え方としては理解できました。なんか探求してみたいの。っていうか、現代医学ではそういうことは言われないから。その探求の仕方はまさに気候とか。武道とか、武士、はい、何とかどうとか習ってないと知らない。ことですよね。 あのですから、そのいろんなその実験や測定、評価をしていくときに、その被験者の習縮レベルみたいなものが、1つは評価の対象に入ってくると、<ー>同じ実験、同じ刺激を与えていても、全然違った認識の結果が出てくることがおそらくあるんじゃないかなって想像しますけれども。確かにあ ははい、はいだから余計科学で再現しにくいわけですよねま、まさに東洋医学と西洋医学の違いみたいな感じで、また東洋と西洋の話をし始めちゃいます、うん、要するに再現可能なものを医学とするやり方と、そうじゃなくて、習熟によってこの微妙なものの感じ方が違ってくるものを捉えようとするものの違いの難しさがありますね。うんうん その科学的な知能アプローチっていうものがどういう情報を得ようとしているのかっていうとき、はい、に、やはりこれ誰にでも共有できるような、再現できるような、そいわゆる定義できるような知理や理論が欲しいわけだから、はい、でも実践化はやっぱりそれをし,してしまうと、習熟が止まっちゃうんですよ。というのが止まっちゃうから、それをしてはいけないっていうふうに言うんですよね。<ー>ですから 例えば下三寸という丹田を行った時に書物によっては二寸って言ったり一寸半って言ってみたりいろんな違の違いがあるんですが大まかなあの指標をこう提示していくとその人自身の努力によって確かに丹田はここっていうのが自分の実感として。 見えてくるわけで<ー>それはへそした3図なのか1 0ンチなのか9センチなのかっていう定義を決めることよりも<ー>自分で見つけていけることの道筋を示していくことが指導においては大事なわけですね。でそこにやっぱり知見のズレがあるんです。何に価値を置くかっていうその実践のために有効な知識とあとあるこう理論や定義やそういう,こう共有で基準を定めていくことに価値を置くのか。 そこに、やはり例えば先ほどら言っていた東洋的な見方と西洋的な見方、それは自然に対して自分を従わせようとするのか、あるいは定義というのは一つの現象に対する支配ですから、えー、から僕はその,あの発想を聞くときに、すごくやっぱり体が緊張するんですよね、当然。あ<ー>やはりその支配されてる感じがあるんです、言葉とか理論とか数値によって。そうですね、だからそれを解体していくことが、 東洋の修行者たちがずっと歴史的に行ってきたことですよっていうふうなことを言いたいんですよね。だから美と、うん、は何かとか自然の理法とは何かっていうことをこういうことですと言葉で定義しようとするときにやっぱりひっくり返したくなるんですよ、私の欲望あなるほど。その認識法そのものが根本的に逆なんだっていうことなんですよ。<laughs> なるほど批判じゃないんですよ。えー、認識法の違いなんですよ、だから。いや、分かります、分かります。 なるほどいや私も今興味があるのはその心の発達っていうかあのまあ道を極めていく人の何,何か極めた人ってまあ体じゃなくて心ですけど何かこう美しいものがあるじゃないですかあ,あるように感じるんですけどそれをあのアンケートとかで計測しようと思っても全然出ないんですよねそれは例えば心は整ってますかって聞くと まあ、あんまり整ってない人も、今日は調子がいいか、良かったら整ってるってことあるじゃないですか、だから計測しようとした瞬間に、その習熟していくものっていうのは取られな、捉えられなくなる、そこに、何て言うんですかね、科学の限界を感じてたんですけど、それと同じような感じですかね、うん、あの科学には科学の方法ですごく重要な知識があると思うので、ただやっぱり目的が多分違うのかなっていう風な気がするんですよ。 例えばメジャーリーグで3割打つとか、3000本あたて達成するとか、100メートル10秒切るのはどうすればいいかっていうようなことを、理論化しようと思うと、条件が複雑すぎて、それを理論化できましたっていう時に、イチロー選手だから絶対すごい怒ると思うんですけど、これが例えば、座るとか、瞑想みたいなことに関しては、できるっていうふうに、簡単にできると思いがちなんじゃないかなっていうふうに思っていて。 だから、その自然の理法とは何かとか、自然体とは何かっていう風なことを定義づけようとするときに、どうやればメジャーリーグで3割打てますかみたいなことを、解明しましたって言われてるのと同じような違和感を感じるんですよ。あそうですね、わかります。そう言われると、そうだろうなと分かりますだから、大事なのは、こういう、こうすればこういくことができますっていうようなことよりは、取り組み方とか、向き合い方とか、うん、 その探究の仕方の方向性を示してあげることが大事なんじゃないかなっていうふうに感じていて、なるほどだからそれを間違うと、どんどん体を硬直させていってしまったり、うん、トレーニングしたり、修行して、どんどん体を壊してしまう人もいるし、なるほどそれがこう自然を開いていくような形の道筋、やはりあの要するにこう羅針盤の触れ方を自然に近づいていくような方向に差し向けてあげることに、やはり科学が貢献してくれるとすごく。 仲良くなななれるるかなっていう <laughs> なるほど <laughs> じゃあまあ練習の最初の入り口はこれなんですね <laughs> 先ほどのこの触られてる感じじゃなくてそこにあるこの感じというのに鋭 b になっていくという練習これが基本なんですかそ,それは入り口としてはそうですねで手はやりやすいんですけどこれは首だったり腰だったり足手か内臓もそうですけどあ,<ー>あらゆるところでできるわけですなるほど、うん、はい分かりました考え方としては分かります 4つ質問があったんですけど、2つ目はですね、これ実は道の学校でも私聞いたような気がするんですけど、あの、A、B、C ってやって、B が猫背で、C はなんかこう、ちょっと反りすぎてるっていうのあったじゃないですか。でもあれはなんかバレエとかっていうか、なんか西洋人の筋肉、西洋人が鍛えた筋肉における美しさっていう感じもするんですけど、これはあの、 もしかしたら日本人は A が一番いいけど西洋人は C がいいってことなんですかそれとも、C、西洋人は一番骨で支えるのではない筋肉で支える美しさって別のものを目指してるってことなんですかあのやっぱ方法論がだいぶ違うんですよね。<ー>バレリーナやっぱりもう8割9割みんな腰痛で椎間板を起こしたりとかしちゃうことがあるので<ー>だからやはりこうかなりそのバレエのメソッドの中の自然っていうものも あのロイヤルバレエだとかいろんなメソッドが書かれていますけど,ど相当人工的に体を作り変えてるるんですよなるほどだからあの東洋の発想とやっぱり同じ<ー>その骨格の自然を見出していくのに<ー>相当の就職度に達しないとそこに行かない場合が多くて<ー>でそこに行く過程でほとんど9割方のダンサーの人たちはみんな体壊していくんですよね。は これは私もいろんなプロの方々とお話をして、あああのそういうことは感じるんですけれども、どただ一つね、あの応用編のことをここで言うと、呼吸の技術が修練、本当に身についてしまうと、どんな姿勢でも大丈夫になってくる、あります。 それまた上級編ですね。そうす,そうすると C でもいいよくなってくる。強くなっていただそれはあの椅子を作る立場の人間というのは<ー>お客様の呼吸まで責任持てないんですよ。<laughs> 確かに。だから物理的な形だけで腰痛にならないようなところの秘訣を提示してないといつでは実現できないんですよ。 だから呼吸を身につければどんな姿勢でも大丈夫ですよって言って、あの上引き上げてっていうふうな形にすると、白とかやると間違いなく椎間板やっちゃったりする危険ができますね。その、うん、呼吸を整えれば、無理のある姿勢でも無理がなくなるっていうことのメカニズムはな,な,ん,なんですか、ね、あの腹圧で腰椎骨とか椎間板をこう引き上げちゃうんです。ああ,あ,あ だから、密則って言って、尺八なんかの呼吸って、猫背でやるんですよね。ああ<ー>。骨盤締めて。なるほど。呼吸の腹圧で、こう、しっかり体が、こう、脊椎や骨盤なんかに無理してるから、なるほど。自然に外していっても、筋肉やじん帯にストレスが来ないんですよ。はあ<ー>。呼吸を知らない人が形だけ真似したら、間違いなく体を壊すので。はあはあはーは,ーは,ーはーだから、こちらの立場としては、 物理的な身体、呼吸も何も知らない人が物理的な形だけで安全な基準を示して、その上で呼吸や感覚の技法をやっていったら、いろんな自由な幅が広がってくるし、間違いなくるあ。ああ、なるほど。で、そで目に見える形からまず入るっていうふうな立場を取るんです、こちらとしては。はあ、なるほど。 前回ロボ、日本とアメリカのロボットの作り方が違って、日本のロボットはやっぱり止まっている時も安定してるんですけど、まさにこの今回の話もそうですね、やっぱり骨で安定してる姿勢が基本だけど、空気圧によってその圧力をバランスちょうどよくすると、その力も足すと均衡できるっていうのが西洋型のやつで、それボストンダイナミックスのその動的なバランスっていうのと、まあ、ちょっとあのメカニズムは違うけど、相通じるところありますよね。 だからあの武術なんかでやっぱ歩行のやっぱ訓練をするときっていうのはどの状態から押されても絶対動かないような隙のないようなかかとを地面からはず外さないあの離さないであ,あ<ー>釣り足でなるほどで。だからその隙のない形が一つはあの日本の伝統的な歩行の特色としてあってそれは踊りでも武術でもそうな,なるほど ボストンダイナミックスの形っていうのはそれとはやっぱり全然バランスを崩しながらこう,そうです一般の下駄を履いて山登るみたいなとこ,、えー、いと,ことかそうですね,ね動的なバランスですね<ー>なるほどいやちょっと庭作りとも連想したんですが日本の庭は自然を生かすのに対して西洋のベルサイユ宮殿の庭は自然を変えて支配して人工的にしてますけど、はい、姿勢でさえ日本は えっと一番自然な形なのに対してバレエはその形を支配して最も要するに伸びた形無理があっても伸びた形とかまっすぐな形とかそういうものをまあ確かにそうですつ、ね、ま先で立つとかいうこと自体もそもそも変といえば変ですか、まあそこを追求してるってその違いなんですねあの自分の大学の同僚でバレエ学校やってる先生がいらっしゃるんですけれども<ー>やっぱり人工的に体を徹底的に作り変えるんだっていうことをやってましたね。 ああでやっぱりその基準に合うあの選ばれた人しかやってはいけないっていうふうななるほどどとも言われているし大学、まあ、ですからバレエができるっていうのはヨーロッパの人にとって非常に名誉なことらしいんですけれどもだからあの,あのずまいの美学的な考え方とはちょっと真,真逆の発想だなっていうふうな。 だから、その修練の先に自然に到達していくっていうのは、やっぱりもうそ相当、人間っていうのがとてもなんか距離が遠い感じ本当 <laughs> ですね見てて、つらくなりますよね。<ー>人から見させられちゃうとかね、なんかう本当、ね、ですね。まあでも、本当にちゃんと習熟すると、その無理なような形プラス呼吸でバレリーナは、 あります体壊さないってことなんですね、はい、ちゃんとやれば、ちゃんとっていうのは。ロシアのバレリーナのマイア・プリセツカやなんか自分は骨で立ってるっていうようなことを言うし、はあ、だから60過ぎても舞台に立てるんだみたいなはあ。で、はあ、なるほどやはりその自然に到達している方々はもちろんいらっしゃいますね。方法、はあ、論そのものがそこに行くまでに、相当こう体をこう作り変えていかなければならない、大変だなってほど。感じがあって。 日本のものもやっぱり自然に到達するのは修練大変ですけれども、えー、でもやっぱり高齢者の人たちにそのすり足とかあのお伝えするときに西洋式から和式に行くとみんな安心しますもんああなるほどなるほど実はまあ、まあ、修練時間かかるけども安定してるから実はかん難しいようで簡単というかあの高齢者でもできる まあもちろんそうですよね。筋肉じゃなくて骨で立つから。から本来高齢化社会においてはやるべき方法はそちらにあると言ってもいいかもしれないですね。うん、なるほど。ありがとうございます。者で,もできますかねああ、だからですかあの、ちょっとまた話はそれるっていうか関係してですけあの、合気道の先生とか70ぐらいでもものすごい強い。なんか西洋のボクシングとかだと絶対そんなことありえないじゃないですか。そうですね。 ですから、もう本当に高齢になるまで、死ぬまで執念していけるような形のお店がありますよね、ですね。ののすなるほど、なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。えー、っと、今度スプーンの絵を見たときに思ったんですけど、スプーンの形が自然な動作を導くんだっておっしゃったんですけど、ちょっとこれも素人で恐縮なんですこあの、くにって曲がったスプーン見て、あれをどう思ってどうすると子供が。 自然になるのかそうう。それ、実作持ってきていいですかいいああ、ぜひぜひお願いします。はい、ちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。いやー、いくらでも質問が出て、僕ばっかり質問してますけど、あの、4つ質問したら、その後は皆さんの質問に行きますので、考えておいてくださいね。4つ目は、空間が立ち上がるでしたね。はい。 いやあ、面白いですね。皆さん楽しんでいらっしゃいますかね。ついつい僕だけ突っ走るとなんか、前回、あの、矢田先生が反省されてましたけど、僕と二人で遠くまで行き過ぎないように、みんなと一緒にやるべきなんで、あの、野田さん、時々止めてください。僕と二人で、わかんない、わけわかんない話してたら、もっとわかりやすくしてくださいとか。<laughs> でもなんか、面白く伺ってます。それ自体も。本当に。 ついつい2人が熱くなるのが面白い。あ,ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、これご覧になれますかこちら。この、この、このものですね。はい、見えます。はい、でこれ今、画面ってあれですか私、大きく皆さんに映ってるんでしょうかね。はい、映ってます、うん。で、これを、あのー、これ、子供はこう、こうやって食べちゃうことが多くて、 でこのヨーロッパで行くと、これってすごくあの貧しい労働者の仕草っていうふうに受け取られるんですよ、ね。<ー>大人になってもやっぱり、両親の人たちなんか、こうやってこう食べる形で、映画なんかでよくこう撮影されたりすることがあって、それをこ,うこ,うまあここのところはこのようになってますけど、指にはまるんですよね。ここでててから180度回して こう口に運んで、で含んで、こう抜いてっていう風な形のこのクリアランスなんですよね。で、これがもう、あの鉛筆持ってお絵描きできるぐらいになると、もう3歳ぐらいでみんなこの所作ができるようにな,なってくるんですよ。あ<ー>で、こういうテーブルマーとか立ち振る舞いの論理によって、ヨーロッパ行くとレストランとかホテルで搭載量の席が全然変わってきたりみたいなことがあるんですよね。 でやっぱこうした諸作の論理っていうのがヨーロッパの人たちっ,てやっぱいうのは階級、上流階級の人たちの専用物になっていてでこういうものも技術さえわかればあの誰でも簡単にできるよっていうふうな形でまあこれもその道理をあの導くというふうなあのことでまあそうで,す、ねまあ、できるだけ力を使わないで。 このができるという,ふうな形、ね、なるほど。ですねあとこういう大橋なんかもそうなんですけれどもあのあやはりこうきちんとこうこの 2mm ぐらいの手のところにちゃんとこう力が集まりやすいバランスっていうのがあってあ<ー>魚さばいたりお豆取ったりするときにやりやすい形っていうのがあるんですよね。うん、だこういうのをやっぱりこう手の大きさを見たりしながら ああ体に合わせてお作りするようなことをしているわけですああはあ、はあ、このスプーンが絶妙なカーブになっていて、うん、それで溝があって一番持ちやすくなってるのに、うん、西洋のスプーンとかフォークとかナイフはそうなってないのはこれはバレエと一緒であの使いにくいのを習熟するというタイプになってるってことなんですか やっぱりフォーマルなものになると装飾が大きくなっていくんですよね、あ<ー>時で。なるほど全くないわけじゃないですけど、なるほどフランスのライオールシャンのものなんかっていうのは、かなりあの自分が考えている所作に近いようなものでっていますけれども、<ー>だからそれはその自分が食事をするときの動作の中で、どれだけの深い感覚を探求していくかっていうふうなことが、そういう、もっと見た目のデザインであるとか、 素材が効果のものだとか、装飾がこう派手であるとか、どこにこう置いているのかっていうのが、その道具の形に見えてくるわけですね。だからシンプルな素材でできるだけこう体がまとまっていくような形っていうのは、多分その日本古来の道具の発想っていうのはおそらくそういうものだったんじゃないかなと。まあ、その日本の古来の考え方に基づいて洋食器を作ってみたりとか、設定用の ザグであるる。椅子を作ってみるやっぱりその発想としてはやっぱり日本の身体感覚の延長時にべてのものができてきているということですね。ああ面白いですね。<laughs> その椅子とかスプーンを見たフランス人とかはどう,どういうんですかやっぱり海外の人は日本的だってやっぱり言ってくださる方は多いですよ。ああ。あ 結構あちらの人たちっていうのは有名無名関係なくて作品の中に本当に入ってきてくれるのであ<ー>だそれはすごくこうあのやはり日本の雑誌とかも、まあ、あの評価していただくこともありますけれどもかなり熱っぽいあの評価をいただくことが多いですね海外の,の方々にはあ。ははははは。<ー>なるほど。やっぱりそう いいものを見る力は形は違えどやっぱりその難しいさっきのバレエの習熟と一緒ですけどかなり絶妙なバランスの美というものを探求しているという面では素晴らしいってことなんですか、ね、まああのどういうふうな形でね評価して頂、えー、い,いているのかなかなかあのね 作品の批評を、ねまあ、でもかなり的確に表現の核心の部分のところに刺さってくることはヨーロッパのものは多いですよね。うん、ただ、あのー、これね、まあ、ちょっと細かい話になるんですけれどもあの銀座であの個展をやってきた時にあの渡り大工っていうね国、えー、の堂とかを作っている大工さんの人が、あのー、来られて <laughs>。 一式買ってってくださったんですけどその時にこのスプーンの買い先のここのところをあと1ミリ下げてくれとか注文つけるんですよ。は,あは <laughs> ででじ初めの自分の作品にケチつけるのかぐらいのことを思ったで, <laughs> でそしたらその人はあの五重塔とかを作るような渡り大工で、はあキ五アあの,五あの,アの屋根の曲線の針あるじゃないですか。えー でそれをみんな同じ形で削るのはね、例えばこの3つの3点の基準っていうのがあって、<ー>3点の基準を1個ここ1ミリ下げると、全部これをこうして手,手の,こうあの1筆で全部削れる、10分削ったら10分同じ形に削れるようになるから、<laughs> はあ、だからそういうふうにやってくれっていうふうに言うんですよね。はあ、実際にそれで1ミリ削ったら、本当に10分削ったら10分同じように削れるんですよ。 はあ、でそれでその人が言ったのは、これはあの分かるやつにしか教えない技術なんだっていう、はあねで。それでスプーンでここまでやったのは、あなたしか世界で,あな,た世界であなたしかいないからって言ってくださって、でそれが私はすごく意外な感じがしたんですけど、はあ、でもなんかやっぱりそういう人たちってあんまり名前知られていないんですけど。はあえー 船の甲板、その人が削ったその板の削り方を見て、エイック・クラプトンのギターのチームが来たとか、<ー>そういうふうなあのマスコミとかとは全然違うところで動いてるネットワークっていうのがある<ー>だから、まああの、韓国のサムスンからご注文いただいたのもそうなんですけど、あ,<ー>あれは聴覚を作ってきた人たちの末裔ですから、あ<ー>まあ、そういう方々からやっぱりこうちゃんとした評価をいただくというのはも,ものすごくやっぱり励みに。本当ですね だからベストセラーになってるんぬんっていうふうなこと以上にやっぱりこうちゃんとこう目のある方こう使ってくださる方に確実に届くっていうふうな形っていうのはすごくこう作ってて。 でも幸せに感じる部分ですよねいやー素晴らしいですねこのなんか77億人もいてすごくマスプロダクションが流行ってる時代多くの人がそこに気づいてないのにちゃんとこの何ですか人類って面白いですねこのものすごい巧みが世界のいろんなとこにいてその人同士が巡り合うのもすごい稽有な確率のようなのにちゃんと巡り合ってこのたたえ合えるっていうのが人類も捨てたもんじゃないなって私失礼ですけど。 なんか不思議なアンテナでこう、ねえー、1>, 1週間銀座でこうやってやってたのにばっとそういう方とご縁がつながってるね<ー>そういうことがやっぱりありますよね。えー、あの椅子とかこう、ね、あの食器類ってい、ね、いわゆるプロダクトデザインの料金に関係がちなんですけど、えー、マスプロダクトとやっぱりア,アートクラフトの世界ってもうこんなに違うのかっていうぐらいやっぱり。 スタイルが違うんですよね、はあ、だからあと結構体の理論があるから割とこう初めのうちにも自分は理論的に分かったって思っていたんですけど、はあ、20年同じ形を作り続けていまだにやっぱり新しい発見があるぐらい、はあ、もう同じ形式の中からいつも施設的なものが毎回毎回お客様まあ信田さんにも作らせていただいたんだけど、はあはあ、新しい答えに導かれていくようなことな それはすすごくやっぱ音調を感じるる瞬間ででもあるんですよね<ー>だからなかなかその工業製品でこう大量にいく形にねのそこまでの,あの様式化が作れればいいんですけど、うん、なかなか簡単にその、ね、工業製品の世界に踏み出していけないようなところが深みがちょっとありますねこういうオーダーメイドの世界っていうのはね。あ<ー>うん いや、さっきの感覚を鋭敏するのの入り口はこうやってちょっと触って感覚をって話でしたけど、今度じゃあその、私なんかその、何ですか、マスプロダクションのスプーンに慣れているので、その形の絶妙の素晴らしさって、残念ながら全くわかんないんですよね。これはどうすればそこに一歩。 近づけるんですかあの実際いくつか使っていただいたら同じ形でも重さの感じ方が全然違うんですよ。あーなるほどだから本当にこう一点のバランスだけでやっているとこうすくった時に全く力使わないで口に運ぶことができて<ー>ここの湾曲がちょっとまっすぐに伸びちゃっただけでもずーんと指に重い<あー> <laughs> なるほどだから力を使わないで体の中心から刃物を引くとか飛車ゃくを飛ばすだとか。 日本の刃物や作道具の使い方もやはり自然の理法ができてくると筋肉全く使わないで骨盤の中心から動作が伝わるような形になるほでそれが習熟できてくるとまさに道具っていうのは物事の道理と自然の理法を体得させてくれるための経典のようなテキストの役割を果たして。うん ああ、なるほど。ありがとうございます。これがオンライン講座の残念なとこですね。じゃあ、ちょっと触らせてくださいって言えば、うわーって言えるのに、それができない。あの、ぜひ展示会に <laughs> <laughs> 来ていただけると。先生の作品を触るには、どこに行けばいいんですか あ,あの、毎週、あの、うちの研究所で展示会やってますので、ご連絡いただければ、<ー>いつでも実作は<あ>あお試しだあ,ありがとうございます。あすみません、<の>ちょっと猫が外出してくれてちょっと猫<あ> <laughs> いろんなことが <laughs> いやー、ぜひ。猫がいたのに気がつきませんでした。ええええ。えー、っと、そうそう。もうだいぶ時間経ちますもう一つ私の、なんかすごい素人っぽい質問ばっかりですけど、テーブルカトラリー。 あ空間が立ち上がるっておっしゃったじゃないですか。<laughs> そのこれもあの素人には感覚が分かんないですけどなん、どんなことが起きるんですか、うん、これも実作見ていただくしかないんですけどね。あ<ー>あの要するにこう力を使わないであのこう持てるとか、そういうの物理的な機能じゃないですか。この造形の中にある種のこう居住たたずまいみたいな雰囲気を感じていただく。例えば ちょっと画面共有させていただきますけれども、あのこちらの、あれ、どれだ、また、この,あの石のテーブルとあのカトラリーと椅子とっていうふうな形で、こうある種のこう空気感として感じ取っていただくしかないんですよね、こちらのこの辺のものっていうのは、とにかく。 ですから、あ例えば、こう、こういうものが、あれこれどうやってるんだあ、そうか。こうか。こういう形で。え、うん、あの、空気感として共振しているものが、やはりこう感じ取っていただくと、今、こう言っている意味っていうのが伝わるかなっていうふうな気がするんですけど、多分これは、やっぱり、あの、 言葉で説明するよりはあの感じ取ってていただくくしかな感じる部分をあ,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 あえてその言葉で説明してしまうとやはり言葉にできない部分の情報っていうのがそこからこ,うこぼれ落ちていってしまうっていうのがあってあ<ー>だから人によってはこれを見てこうわって言ってくれる人とあ<ー>まあ眼中になくて素通りしてしまう人ってやっぱりいて。 あだから、それはすごくあのれ歴然と現れてくるものがありますね、それはね。現れますね。をしている時にねですから、こう言葉としてあの頭で理解するものと、特にあの椅子の座り心地だとか、あの食器の使い心地だといの目つぶって味わう世界なんですよ、美味しいものを作る時もそうなんですけど。 だからそれを言葉で定義してこの美しさはこうですこの味はこうですって定義してしまうと作った人はいやちょっともっと別の情報がたくさんあるんだけどっていうふうに <laughs> おそらくあの言いたくなっちゃうと思うんですけどあ,<ー>のあの感じたり味わったりするための練習っていうのが多分文化を身につけるっていうことになってくる。あ<ー>あ。 あ感じたり味わったりするための練習です。だから美っていうのは、いや本当に何も触れてないとな、ただのスプーンじゃんみたいに、あの、全くその美を感じて感動する力も鈍ってるというか、まあ鍛えるというか、練習しないと美は見えないってことですよね。 あの社会学者にピエール・ブリディュっているじゃないですか、えー、あの人に、人間の条件は文化を身につけることであるっていうふうなことを言っているんですけど、<ー>歴史の知識を学校で学んだり、日本文化を学んでいても、あの身につけるにしたって、日本の空間ありませんから、もう日本の中には。はい、だからそういうこの文化を学ぶ情報が、活字と映像しかないんですよね。 だから、ム文化の身体技法を身につけるっていうふうなことが、やっぱり戦後のアカデミズムの中から決定的に抜け落ちていて、実はそれこそが、あのいわゆる往来ものであるとか、あのあ<ー>いわゆるこう戦前の教養の一番必須のものだったわけですよ。日本人が伝統にこう引き継いできたものは、そういうものだったとおそらく感じているんですが、うん、そういうものをどうやったらね、あのこれからの新しい時代の中で、 少しでもこう起死回生できるかなっていうふうなところで、まあ、こういうちっぽけなものを作っているわけなんですね。いえいえいえ、素晴らしいですね。<laughs> 今後はじゃあどうすればもっと日本人が思い出しますかね。まあ、地道にやるしかかないんですかね、うん、例えばあの学校給食だとかね、あ<ー>学校の椅子なんかを変えていくっていうふうなこともすごくこう有効な手だてになると思うんですよ。 そうですね、座ることは体に悪いのではなくて、<ー>一中こう学校の椅子に座ってても、どんどん体が元気になって、<ー>みんながこの椅子座るのが楽しくてしょうがない座面と線もちょっとした設定で簡単にできることですし、先割れスプーンのプラスチックのものだけではなくて、やはりこ別に高級な素材じゃなくていいので、きちんとこう食事をするときに、食器であるとか、そういうものを。 何を食べるかというのは栄養の問題大ですけどいいかかに食べるのかというののとうは文化の問題なんですよあ矢島理香さんなんかもねなんかううことに貢献されていらっしゃると思うんですけど、えー、なんかその無形文化を伝出していくために道具をどういうふうに再構成していくかっていうことは、えー、今後やっぱり文化を再、まあ、日本文化を、ね、SDGs といってもいろいろねあのいろんな方々が。 関心あると思うんですけどキーポイントになっていくのはおそらくその身体分解っていうのは何かできることがあるんじゃないかなっていうふうに感じていますねだから結構そういう壮大な大風呂敷をね広げてまあ今回もその文明の根幹に道具は関係してるんだみたいなことを言うんですけど実際にやろうと思うと本当に小さなちっぽけなものを一個一個つづ積み上げていくしかないんですよね 本当ですね、イメージとしてはすごくこうザーから文明がアジアでは始まってみたいな相談なことを思うんですけど実際やってることっていったら本当にちまちまといす一脚一脚作れていくしかなくて、うん、なんか技術もじゃないですけどそういうこうねあるこう小さな日常の生活の中から自然とつながるような感覚が一人また二人っていう風につながっていくと何かこうすてな未来がいつかやってくるんじゃないかなみたいなものを。 信じるしかないですよね、こちらの立場としてそうですね。まあ、私としては、こういうあの講座をして、YouTube にアップすることで、少しずつ広まっていくっていうこともいいなと思いますし、い,すいや、今回、まだ終わんないですけど、私の質問はこれぐらいにして、あと、みんなの質問にしようと思うんですけど、すごく2回出てもらって、まだまだ聞きたいぐらいですけど、あの、このタモリがやってたテレフォンショッキングみたいに、あの、 渡、はいはい、部先生が紹介するとしたら、この講座に来るといい人何人とか、あの、あ、今じゃなくてもいいです。後で、あの、はい、<laughs> 電話かけていい、いいと思うとか言ってもらうのはやりませんけど、なんか、稲葉先生は間違いないですね。そうですね。稲葉<や>先生出てもらいましょう。あの、後でまた、ちょっと考えててください。はい、いろんな、そういう、いいね、結局、結<構>そう、<私>多分いやいやと、結局そういう人同士がつながって、 ちゃんと見抜いてる人同士じゃないと、この素人から,にはか,からは見つけられないみたいなジレンマがありますからね。この領域にやっぱり感覚、アンテナが触れてる人っていうのは、間違いなく世の中で折り合いがうまくいってない人だと思う <laughs> <laughs> なかなか大変ですけれどもね。ええー。うん、いやいやいや。 いや本当、心から応援してるっていうか、私も、なんでしょう、まずは触ってみて、使ってみて、なんかね、みんなでそういう風に、素晴らしさをこう、再考するってことをす,べするべきだなっていう風に、なんか、強い、熱いものが込み上げてくる時間でした。 なんか本当コロナが明けたらみんなでねあの日本の素敵な空間であの美味しいお会席食べてお茶飲んでお散歩<ー>着物でお散歩してみたいなことに慣れてくるとかみんなそれぞれの作法ができてくるからいい長く共有していくといわゆる連中心って言ってもう家族と同じような絆ができてくるんですよ。 はあ、この異なる道具が同じ感覚で結ばれるのと同じように、この座を共有すると、仲間になっちゃうんですよね、途切、はあ、れない感じの絆ができてくるんですよ。と、はあ、ういうのを年中行事的につなげていくと、すごくやっぱり日本人がこう昔持ってた、みんながこうある共同体の家族みたいな。 絆ができてくるようなそんなイメージはねあのゼミとかやるとすごい仲良くなりますよ、ね、ああいいですね、うん、一つの地を中心として地っていうか文化を中心として共有感っていうか仲間になれるんですねそれやりたいですねただお酒飲んで楽しかったっていうだけではなくてあ<ー>片方があるとそのとこ身分だとか趣味が違うような人たちの 同じ方の中ですごく深い心の交流をすることができるんですよ。だから自分もお茶を習っていた時にすごくやっぱり殿様の末裔の方とかおこ様の方とかでも自分なんかの庶民が近づけないような方々とも接してさせていただいたんですけれどもやっぱりその作法の方の距離感の中でもう忘れられないような本当にあなたを歓迎してますよっていうふうなすごい素敵な一生忘れられないような感覚を。 たくさんいただいた、ねえー、だから、あの、ね、人間をこただ支配するためのものだけではなくて、心を盛り込む器としてあの、片やさ方が機能していくような空間を、ね、なんかコロナが明けたらなんかね、やりたいな。ないやー、ぜひやりたいですね。ありがとうございます。 さあ時間がどんどんなくなってきましたけど司会のノブタさんはいそうですねいやもうちょっといろいろともう楽しく伺ってその世界に浸ってました <laughs> はいありがとうございます、うん、ありがとうございますどうしましょうかう、ね、もうあと25分なんで、うん、ブレイクアウトとか行かずに質問があればしますかさすがに長かったんで5分ぐらいもし質問なければ5分ぐらい、うん ブレイクアウトとか休憩とかしてその後で戻ってくる、うん、でもいいですけど、うん、皆,さん皆さんちょっと顔出,しあ顔出せる人は出していただいて質問などをしていただくと嬉しいですがいかがでしょうか、うん、質問あられる方はミュートを外して声を上げていただくとありがたいですけれどもいかがでしょうか江口、はい、さんお願いします あの、矢田部先生、ご無沙汰してます。あの、2019年のあ、あ、はい、の、メソッドで通っていただきました、江口です。あの、六本木ヒルズであ、ああそうです、そうです。はい。はい、はいあ。ありがとうございます。あれほ本当はちょっとあの、去年もお伺いしたかったんですけれども、あの、ちょっとコロナで行けなかったのが大変残念だの。そしたらう、とすみません。 そしたら、あの、すみません。あの、ま、前の先生も、あの、システム思考、デザイン思考とか、ポジティブ心理学でいろいろ本拝見させていただいてて、ちょっと、本当にお二人のお話がですね、非常にあの、自分の、あの、問題意識をこうビシビシと刺激してですね、あの、お二人の対体もっと聞いていたいなっていう思いもちょっとありつつも、すみません。あの、差し出がましくも、ちょっと質問させていただければと思います。で、あの、先ほどあの、矢田部先生が、あの、こうやってあコロナの後集まれればっていう話もあったかと思うんですけども、実際そのコロナの、 この今、私も在宅勤務が中心になっていて、まあ会社にも行けない、ランチもの、あの夜のお食事もできないっていう中で、まあ、あの、こうした中でその、今の、今後これがもしかしたら続くのか続かないのかわからないんですけども、こうした中でその、どういった過ごし方、あとはその、どういったまあ座り方とかですね、そういったハード的なところと、あとはその、振る舞い的な部分で、まあどういったことでやっていけばいいかっていうところについて、あの、 今、矢田部先生が思ってらっしゃるような捉え方をちょっと教えていただければなと思いますえっとですね、この今回のコロナの問題に関しては、あの専門家の方々がいろんなご意見を出されていて、えー、私はその国の要請っていうのは、社会の一員として守っていかなければならないとは思うんですけれども、できるだけそこに。 政治的なそのフィルターのかからない研究者の意見を私は自分の身を守るためにはきちんと調べた方がいいなと思っていてその中でこうあのおすすめできるような動画はこちらのホームページにアップしているのでよければチェックしてご覧になってあのいただきたいと思うんですね。それはやっぱりもうコロナなんかはもうこの1年弱の間で もう、あの、もう分子の構造から免疫の特性から経過まで相当のことが分かっているので、もう新型ではなくて、もうほぼほぼ基地のウイルスになってきていて、で、やはりこう風邪と同じように経過していくんだっていうふうなことで、風邪のメカニズムまでこう近年になってははは新たに発見されたようなことまで言われていて、で、過度に恐れる必要はないというふうに思っているんですね。 で特に冬場はやはりその、ね、あの感染がどうしても広まってくるんですがやっぱり、えー、皆さんよくお分かりだと思いますけれどもあの免疫力を高めていくことが何よりも大事でそれは家の中でいかにストレスなく元気に過ごすのかっていうふうなことが大事になってくるわけで,で私はですからの体のメソッドをこういう時こそどんどんやらなければいけないなっていうふうに感じています。 であの感染に関しては、その目、鼻、口みたいな、体の,この粘膜のある部分を触らなければ、あの皮膚にあの付着したところで感染したり発症することはほぼほぼないので、で感染とか発症とか、あるいは重症化っていうふうな形の症状の区分なんかについても、テレビの情報だけに踊らされないできちんとこう専門家の言っていることを知るということが大事だと思いますね。 ななかなか外には出にくいですけれども、外ジョギングして散歩して感染するようなこと、まずないですからあの、自分の身を守るための運動であるとか外出というのは、私はあのどんどんやっていいんじゃないかなというふうに思っています。で、あの一応こちらとしてはですね、その感染対策をした上で、体のメソッドもずっとあの毎週行っておりますし、えー、2月の7日には高尾山に参詣していくようなイベントもあったりとかも。 していますので、えーまああのちゃんと答えまとまっていないかもしれませんけれども過度に恐れずに、えー、あのご自宅ないしあるいはその周辺で、えーまあ、あの元気に健やかに過ごしていただくための工夫をしていただけるといいかなというふうに思っています。で特におすすめなのが温泉ですねこの時期ね。 流れをつけていくのには特に温泉大使ですね、あとウォーキング、ジョギングみたいなものも非常にいいと思いますし、内臓に負担のかからないようなあの食事、あのスープ類だとか、体を温めて水分をたくさん摂取できるような食事をとるとか、そういうことも非常に大事だと思います。まとまりませんが、こんなところってよろしいでしょうか。ありがとうございます。 ありがとうございました。他どうぞいらっしゃいますか。<laughs> じゃあやた先生私の方から質問よろしいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。はい。はい、えっ、ー、とそのスプーンとか,かあのカトラリーのそういうもので、やたべ先生はどういうところからそういうところの発想を得られたのかなと思って、それがちょっとおもし不思議だなっていうかまあ普通こうちょっとにぎなんかこう。 なんだろうどういうところからそういう想像のインスピレーションを感じてらっしゃるのかそれを教えてくださいまずやはりこう日本の古いものであるとか海外のすごくこう素敵なものを見るとあこれ欲しいって思うようなものが、まあ、いろんなところからインスピレーションは来るんですけれども例えばその器でいうとねあのお茶の世界にそのお濃い茶を一人だけ立てる。 天,もお天目って天目茶碗のお手前があるんですよね。その縁がこうくびれてて金作りされてるんですけどその天目茶碗でこうお茶を頂い,いた時の,その口のフィット感にすごい衝撃を覚えたんですよね。あこれ自分の作品にあこれもらったとかね。そういうお茶から頂い,いているものだったりとかあと海外の優れた作家さんの古いものを見たりだとか。 人の作品からインスピレーションを受けてでこれを自分の作品のデザインに取り入れてみようなんて思うことは非常にありますね。で実際にお箸でもスプーンでも一緒でもそうなんですけど使っている時にあこのスプーンの絵が指に食い込んできて嫌だとか口に金属入れるの嫌だとかあのせっかく姿勢を整えたのに 椅子によってこう姿勢が崩されてくるのが嫌だっていうふうなこと違和感がまず体を感じるところから出発するところがあって、その違和感を解消しようとしていろんなものを探すんですけど、市場にそれが販売されてないと、買えないと、そうするとも自分で作るしかなくなってくるわけですよ。だからそんなところで、まずこう不満や違和感から新しいものを作っていく出発点が。 まあ、結構、あの、できてくるかなと思いますね。ですから、あの、わがままであることっていうのが、大事で、<laughs> えー、何かね、まあこう、こうありたい、もっと自分の生活を作っていくに道具はこうありたいみたいな形の、そういう欲求がああ強くあると、それに従ってデザインの答えっていうのが導き出されてくるっていうふうに、まあ、そんなスタイルになっていく。 何か今のお話を伺ってて前先生がお話しされてたなんかその自然っていうか体の自然が作られてくると美しいものがおのずと分かってくるってそういうなんだろういろんな人が体の自然を取り戻したら世の中がもっと美しいものであふれるのにっていうそういうお話を先生がされてたのがなんかまあ印象的だったなと思って。 やっぱりそれっていうのは、まあ、先生がずっとお話しくださったように、まあ、いろんな流れが順こうスムーズに流れるような体のが戻ってくると、まあ、世の中のあふれるものが変わってくるっていう感じですかね,そうですね、まあ、評価の視点としてはね先ほどご説明した物理と生理と心理。 形と流れと心っていう、まあ、心、まあ、呼吸って言ってもいいかもしれませんが、そういうものとしてありますけれども、やはりその伝統的なその武術、芸道なんかの方が、やっぱりそれをふんだんに持っているものが、日本のものはものすごくたくさんまだののあの残されているので、でそれをこう一緒にこう複数の人と共有していくときに、やはり先ほど言ったような形のこう一体感や連帯感、 家族のような、いわゆる、こう、共同の意識が、絆が、こう、芽生えてきやすいな、っていうふうに感じていますね。野村さんも書道とかなさっているので、やはり、こう、そういう同じ、こう、空間で、こう、書をね、ずっと続けていくと、やはり、その、社中の方々の間に、そういう、それなりの絆って、できてくると思うんですよね。はい。そうですね。やっぱ数百年続いてきてるものっていうのは素晴らしいんですけど、うん あの例えば、それをじゃあ西洋の道具を使って、現代の文脈の中でそういうものが作れないかなっていうのをずっと考えてるんですよね。なかなか難しいですけれども。ああまあでもね、あのこうやってあの少人数でもねやっぱり来てくだされる方々がいらっしゃるので、まあ、そういう方々とこれから作っていければなと思ってますありがとうございます。<laughs> がいらっしゃらないですか。あの、ハワイと申し上げます。あの、今日はありがとうございます。はいはい、あ,ありがとうございます。はい。あの、先週に引き、あ、前回に引き続いて、あの、受講させていただきまして、あの、今日大変ちょっと残念なことに、あの、都合でとっても途中から伺ってしまったので、ちょっと質問間抜けなことがあるかと思うんですけれども、あの、この時間から駆け込みで伺ってもって、思ったのに、やっぱり伺っていることがものすごくこう、魅力的で。 あそうだよなそうだよなって思うことがたくさんあってびっくりしました。 あのちょっとまず本当に素朴な、ちょっと間抜けな質問なんですけれども、先ほど実はお話し出てるかもしれないんですけれども、あの西洋の,そのバレとかもちろん体を改造してなんぼっていうところがあって、あの日本の方はあは体のあり方に沿ってっていうところなんですけど、でもあの正座って単純につらいじゃないですかとか、<laughs> 正座を繰り返してると、なんか骨がまっすぐ伸びなくなっちゃうよっていうところから頭が抜けられないので、まずそこを。 日本人は星座なんか全然してないんですよ。実は星座っていうのは近代になってから生まれてきた言葉で、日本の歴史の中ではす日本だったっていうふうに。はい。はい、ですね。で、やっぱり、あの、座は一つは経緯としては、あの、中国の皇帝の人にひざまずいて挨拶する気配っていうポーズがあるんです。 はい、でそれがお尻がつくと星座の形になるんですけどあれを正式な作法として認めているのは世界の中でのの中国と近代の日本だけなんです、はい、だから平安時代とか鎌倉時代に遡ると天皇陛下も武士の人たちもやっぱり座座でで膝を開いて座ってっるんですよだから袴を履いてますので星座でかしこまらなくても全然楽に過ごせてたわけですね昔の日本人は。 だから正座が正しいっていうのは近代の霊法教育の中で作られてきた作法でやっぱりあの徳川のねあの三代将軍の,あの家光の時期にあの武家儀礼の作法があの安座から丹座になったっていう記録が徳川時期には書いてあるんですけどその上級武士の人たちがね はその目上の人たちにかしこまった姿として見せたいっていう格好っていうのはあったただやっぱり星座にも利点っていうのはあって膝や足首にはストレスがかかるんですけど腰とかお腹には一番ストレスが少ないのが星座なんですよね、うん、だから膝や足首の柔軟性がちゃんと開拓されていたら星、うん、座はとても腰やお腹にはいいっていうことも言えるんです あのその柔軟性を開拓していく方法がありますので、やっぱり楽に星座ができるぐらいの身体能力を養っておくと、多分いいことが増えてくるかなっていう,う,う本当、星座ができるようになってから正座をすれば、それで膝が歪んじゃうようなことはないんですねそうですね、あのただね、その膝が歪むのもいや、それもやっぱり利点があって、日本人の膝って、膝から下が馬蹄形にこう湾曲してるじゃないですか。はい あれをやっぱり自分能楽師の人に聞いてやっぱそもう50 56代も続いている能楽の家の方なんですけどこの湾曲があることによって檜舞台で正座をしていてもやっぱりすねがあの床に当たらなくて長時間座ることができるんだとで私たちは何代もかけてこの体型を作り上げてきてるんだっていうことをおっしゃるんですよね。 それはやっぱり西洋人のように足をまっすぐの伸ばしたいっていうのう価値観の中では回ってて汚いっていうふうになるんですけどそれもやっぱり能楽なんかにさせてるのはそれこそがアドバンテージだったこれも文化によって評価が変わってくるわけですよねで星座以外にもいい座り方たくさんありますのであのちょっとじゃちょっとそれそちらあの簡単にご紹介させていただいていいですか画面共有してえー、っとですね ゆかざる池、えーと。こちらのこちらの画面なんですが、はい、えっとこれは日本人の座り方っていう本の中で絵巻物をねあのー、こう体系的に調べた絵なんですけど、おこれは星座の形なんですが、膝をおしあのー、膝から下をお尻の下に畳み込む座り方。でそれとあのー あ足首の間にお尻を落としたカツダ横座りですねでこちらは膝を開いたあぐらやアンザその他もろもろの座り方膝を立てた座り方でこの辺のこう立てっていうのは絵巻物の中でものすごいたくさん行われていて利休の時代の茶道の正式な座り方ってこの立てなんですよ。 だから平安時代の,家人,あの家人であるとか室町時代の茶人にとって正式な座り方というのはこの座り方だったりしたんですよね。えー、ですから正座だけが正しいということは全然なくてあぐらもあん座もたひざも昔の日本人ってものすごくたくさん行ってきたんですよね。えー、ですからあの正座は確かにすごくこういい面もあるんですけれども正座だけが正しいわけではなくて。 伝統をきちんとあの歴史を勉強するとあのそれぞれの時々に応じて膝を立てたり開いたりいろんな座り方の自由なバリエーションがあったんだと。でやっぱりその膝を開いたり立てたらそれでもちゃんときれいにあの佇まいがなるように袴を履いたりだとか内着を着たりだとかファッションとすごくやっぱり関係しているわけですよね。韓国やインドに行くと女の人膝立てても全然ブサホじゃないですし。 平安時代は鎌倉時代に遡ると、女の人全で、縦ひざは普通にしてたんですね。まだ、そういう形でね、あの、tpo に応じて、えー、いろいろ、あの、すばり方の工夫も学んでいただけると、生活が楽しくなると思いますし。あの、よろしければ、あの、集英社新書から、あの、日本人のすばり方という本が出ているので、あの、ご参考にしていただけると、あの、非常に、あの。 嬉しいです座の,の文明論っていう処分者の本にも書いてありますよろしいでしす日常生活からこの畳の座り方のバリエーションがかなり失せてしまって星座に修練されちゃってるってことなんですね、はい、そうですねそうですねあのやっぱりこれは教えてもらわないとわからないと思います、うん、あの明治の礼法教育が星座以外教えなかったんですはい。 ですから他にもいろんな座り方や崩しの座法っていうのはあ,のあったのでそういうものもちゃんと、ね、整理してもっとこういろいろこう普及させていく努力もしなきゃいけないなと頭では思ってるんですけどなかなかはいあのよろしければそちらの本なんかあのご参考されてみてください。ありがとうございますあとはなんか質問の形にならないですけども先ほどあのお話しいただいて、はい、あなんかとても納得ですね。その 今西洋文明の流れが大きくてそれがもう学校の教育とかあの企業の効率とかのと世界に入ってるので効率よくみんなにシェアできるものが正しいっていう流れがとても大きいので第地とか生で体験しなければいけないものっていうのはすごい贅沢で、そでなかなか手にみんなに手に入れようっていうのは難しいけれどもそれの復権が何らかの形で少しずつ、まあ、みんな心の中ではじわっと知ってるに違いないっていう世界なので。 できていってないいなっていう,ふうにお辞儀の仕方にとってもこう西洋流が偉いんだってなっちゃってますけど、多分和風のお辞儀の仕方は全く違うお辞儀の仕方とかっその T P O っていうものの考え方も難しいなと思います。はい、そうですね。まああの今おっしゃったことと重なりますけれども、やっぱり全体的に要請されることがコロナでも作法でも。 同調圧力的ななものがあるじゃないですかでもあの自分で関心を持って探求していくとこれほど豊かに伝統文化が残っている国で世界中探してもなかなかないですので自分で関心を持って探していくといろんな素敵な宝が歴史の中にものすごくたくさん眠っていると思うのであの,ぜひ、まあ、あの同調圧力に負けずにね多分コロナになってからご自身の生活はご自身でいろんな形で自由にこうあの こう構築していくことができると思いますので、ぜひそれを、まあ、やっぱ生活を作っていくのがもう何よりやっぱり確実なクリエーションだと思うので、なんかす素敵なあのアーティスティックなクリエーションをご自身の生活の中で楽しくやっていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ,あの、残りが5分ほどになりましたので、 えと前の先生、渡辺先生、おまとめの方はよお願いします。あじゃあ私から、今日あのスライド一生懸命準備してきたんですけど、なんかうまくしゃべれなくて、なんかちょっとですみませんでしたっていう感じですけれどもね、あの前の先生とお話、ね、あ受け答えしながら広げていただけると。 なんか少し言葉に肉付きができてきたかなというふうに感じています。あのまあ、自然の理法とかね、えー、いうのは簡単ですけど。 実際にねそれを体得していこうと思うとかなり長い道のりもかかりますしただその辛いことではなくてあのとても楽しくあの毎日毎日実践できると何かすごくね豊かになっていくのかなっていうふうな気がするので。 特にこのコロナの,の間にね、まあ、自分もお仕事は制限されてますけれども、生活の中でね、あのすごくこう家を整えることにとっても今、時間が割けているので、まあ、そのことをすごく楽しみながら、そこからこう新しい仕事の形も、研究の形も作れていけばなというふうに思っています。また、ね、いずれ成熟してきたら、また新しい成果を皆さんと共有させていただける機会があれば。 何よりです。なんか素敵な時間を。ね、あの二度にわたって与えていただいて、あのありがとうございました。えー、勉強になりました。本当にありがとうございます。<laughs> いやー、とんでもございません。はい、いや、本当にこちらこそ勉強になりました。やっぱり、まずオンラインであるっていうことと、まあ、言葉で話し合ってるっていうことの、まあ、限界と可能性っていうか。を感じましたね。あの。 頭では、なんかあのスプーンは多分、なんかすごい、なんか思わずこうなっちゃうんだろうなとか、こういうのちょっと鍛えていったら、僕の感覚もちょっと変わってくるんだろうなとか、もちろん椅子の座り方も、あ,あ、そうか、ああここ、溝落ち、ここね、リラックスさせればいいのか、でもみ溝落ちリラックスってどうなんだろうとかですね。なんか頭で理解したけど、 まだわかんないことだらけっていうか、やっぱり、いや、まあ、だから生きてて楽しいっていうか、人生は、いや、本当一回じゃ足んないっていうか、だって、座るっていうことだけ探求し続けても、ものすごい深いわけじゃないですか。だから、なんでしょうな、まあ、幸せとか探求しても深いし、やっぱり、うんさ、最後の頃に先生おっしゃってたように、日本にはものすごい伝統的な文化とか、芸能とか、工芸とか、 残っていていでも忘れ去られそうになっているみたいなのもたくさんありますからそういうのを本当一人一人が皆さん是非ね僕も何,何から始めていいのか分かんないけどな、まあ、でも何かをコツコツと興味を持ったことにみんなが邁進するでこれをシェアするってことをするとこの日本の美しさってものも分かるしで我々はまあね何度も言ったら西洋って言ってますけど。 フランスとかアメリカとかいろんなとこにある、そういう美しさっていうものも感じる力を私たち持ってると思うし、うん、そ、それも、だから、日本の良さを感じると逆にバレエの美しさが分かったりとか、あの、西洋のスプーンの意味が分かったりとか、か豊かですよね。だからやっぱり日本の美と技の未来っていうのは、うん、まあ日本人だからたまたま日本のってついてるんだけど、まあでも、たまたまじゃなくて、やっぱりこの、 深い伝統が、島国だから、ものすごい、こう、なんですか、民族大移動とか、すごい侵略とかなくて、あ、なくてっていうか、あの、まあ、そういうことが少なくて、田舎の誰かの蔵の中になんかすごい大事なものが今でもなんか眠ってたりとか、なんかそういうことは日本の豊かさですよね。とか、まあ、なんかちょっと喋り出すきりがないですけど、まあ、いろんな、いや、深い、 2日間でしたね。なんか僕、実はあの前回のやつもな何度か聞いたんですよ。あ,もうあまりにも面白くて。えー、そんな感じで、うん、見てくださった方もぜひですね、なんかどのぐらい理解しましたかね。なんか全部腹に落ちたって人は多分いないと思うんですけど、なんかこう時々思い出して振り返って、で先生おっしゃったように、何でしょう。そういうことを。 こういうことをみんなでちょっとずつ、うん、広めるっていうか復興するっていうか何かですね未来につないでいくっていうこと多分ものすごい新しいものも大事だと思ってあの3月ぐらいのゲストの方は新しいこと話されると思うそういうなんか古いものを大切にする人と新しいものを作っていく人とそれも含めて全ていろんな人が連携しながら、うん、文化を作っていく時代だと思うんですよね。 うん、それ本当にあ,のありがとうございます。たっぷりたっぷりっていうかまだ全然足んないと全然足んないけどでも結構頭もやもやするぐらいいろんなことを教えていただいて心から感謝してます。あのうん聞かせていただいた全員を代表して私からお礼の言葉を述べて、えー、最後にですね皆さんもぜひミュート外してあの拍手をしてですね えー、この先生に謝意をお伝えするとことしたいと思います先生どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましありがとうございましたこちらの方で終了させていただきます